Hey, what's up? 山本です。本日お届けする動画は、コロナウイルスに感染してしまったらどういうふうになってしまうのか、実際の流れ、こういったところをお話ししようかなと思います。ここ最近東京も含めて全国各地で感染者が爆発的に増えてしまっている状況が続いておりまして、その波に私が飲まれてしまったわけではなく、実は友達が感染してしまいました。先日その友達から電話がありまして、今回は実際の発症前といいますか、 PCR 検査受ける前から今の状況、今どういうふうに過ごしているのか、こういったところを徹底的にお話ししようかなと思います。もちろんその友達直接会うわけではなくて、今電話で確認してみようかなと思います。その友達、熱があるだのなんだのっていうのはちょこちょこ聞いてたんですけども、果たして実際どういった状況に今なっているのか、これから電話して確認しようかなと思います。それでは電話してみます。電話中でしたなのでちょっと時間を置いてからまた電話かけます。もうさすがに電話中じゃないでしょう。しばらく時間を置きましたので、もう一度友達に電話かけてみたいと思います。果たしてつながるかな。つながりました。もしもし、おじさんでございます。どうも。検査受ける前の、もしかしてかかったんじゃないかなっていう時の状況を教えてもらいたいんだけども、どういう症状が。症状は喉がちょっと気になるな、でも口開けて寝てたからな、それかな、だからちょっとイガイガしてんのかなっていうのが最初でした。はい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 。熱は。熱はその時はなくて、まあなくてっていうか測ってなくて、で次の日にまあなんか咳も出てきたので、まあちょっと体もだるいなっていうのが朝からあって、でその日の朝測ってみたら36度8分で、平熱が35度8分だから、まあ、ちょっとなんか体温高いのかなって思って、うんうん、っていう状況が、夕方ぐらいになんか一変して、なんか気づいた日、その喉が調子悪いなって気づいた日の夕方、喉調子悪いなってなった日はその前の日で、前の日、はい、熱測ったのはその次の日で、はいはいはい、で次の日のその熱測った日の夕方にもう一回熱測ったら38度2分まで上がってて、はい、でまあもうその前から体だるくてもうきっと無理だなってなってたので、まあちょっと様子はおかしいなっていうのはなってましたね。でどっかに連絡してもしかしたらと。そうで、まあ保健所に今こういう状況で熱があります、一応まあ会社も行ってるんで PCR 検査したいんですけどっていう話をしたら、なんか保健所的には海外からの渡航者とか、あとは道外からの人と会って2週間以内に会ってたりしたり、なんか大人数で会食とか、すすきの界隈で働いてたりとかっていうのをしてない人は基本的になんか、今の症状限りは可能性は低いんじゃないですかねって言われて。ここ1、2ヶ月会ってないもんね。会ってない、じゃあ自分が原因っていうのはないな、そしたら。ただまあPCR 検査受けたいんだったら病院は紹介するから、その日やってる病院自分で予約取って、って言って何個か教えてもらったけど、その日は結局夕方から連絡を病院にかけたけど、どこももう予約でいっぱいで受け付けてません。体調不良に気づいた2日目の夕方はもう受けられなくて、その次の日3日目、その次の日は朝から保健所にもう一回連絡して病院その日やってるところを教えてもらって、で朝からそこに行って検査してって感じですね。で陽性になって、まあ、陽性が分かった後、その病院後にして一回家に帰ったわけで、でその後、まあ、その陽性かどうか分からない間家で過ごして、分かった後っていうのはその流れ、その後の
あでもね、あの検査結果15分で出るタイプだったから、病院で検査結果聞いてコロナ陽性だからあと保健所の指示に従ってねって言われて、カロナールだけ渡されて帰ってきました。家帰ってその翌日から、翌日から、まあ、翌日というか、まあ、検査行った日とその次の日はとりあえず保健所からまず陽性が分かった当日は、まあ、どういう状況だったのみたいな話とかを保健所の人に聞かれて、で、まあ、今後どうしたいかみたいな、まあ、ホテル療養したいのか、まあ、在宅で療養したいのかみたいなのがあったんだけど、もう基本的には家族からはホテル療養してくれっていうふうには言われたから、なるべくホテル療養に入れるようなお願いをして、もちろん、もちろんその入院するほどでもなかったというか、重症ではない、そうだね、症状としては本当に一般的なインフルエンザ、熱が喉痛くて咳が出て、うん、鼻水とかは、鼻水はね、まあ、くしゃみとかは出るけどめちゃめちゃ鼻水出るってほどではない。じゃあ通常の風邪とは少し違う、鼻風邪だったらもう鼻水だらだれてたりっていうのもあるだろうけども、そういうわけではないと、うん、そういうわけではないです。ちなみに入院っていう言葉は保健所の人っていうのは言ってた？いや言わない、言わない。あ、そうか。じゃあ症状を見て、この人入院する必要ないなっていうことで、そのホテル療養っていうのも、まあ、自分で何箇所か、多分札幌今4箇所ぐらい持ってると思うんだけども、自分で選べたりしたのか、それともそのキャパが逼迫している状況なのかっていうのは何か言った？ホテルに関してはもうおそらくここになりますって言って、うん、まあ、某ホテルに、うんうんうん、なんか決まりましたみたいな連絡が来たから、なんか選べるような状況ではなかった。じゃあ逼迫してるかどうかもその保健所の話からはまだわからない状況だったと。うん、そうだね、うん、じゃあこれが4日、ね、うん、そうですね。で次の日からホテルに入って、今に、今もまだホテルにいると。はい、そうです。今でホテル4日目、5日目今ね、3日目、ホテル3日目、じゃあトータルでも1週間ぐらい。その陽性が分かった日、次の日は家にいたから、うんうん、その次の日に、午後にホテルタクシーで迎えに来てくれて、ホテルまで行って。あ、じゃあタクシー、このタクシー代っていうのもホテルの滞在費というのも基本的には札幌が、札幌市補助というか負担、ありがたい。どれぐらいそのホテルに滞在する予定っていうのはもう言われてたのかな、はい、とりあえず発症してから10日っていうふうには言われてるから、じゃあ最低限10日いて、例えばその10日よりも前に陰性が確認されたとしてもまだ出られるわけではない。ね、基本的には陰性陽性の確認は多分しないと思う。 あとは症状がなんか収まってれば、収まって72時間後ぐらいに検査を受けて、その症状が、まあ、検査というかその症状が変わらず出てないんだったら、まあ、出てってっていう。だから基本的に多分札幌市の対応としてはコロナ陽性を確認するけど治ったかどうかの確認でコロナ検査は推奨してないと思う。へえ、てっきりその何日かなのか、その例えば3日ごとだとか5日ごとか分かんないけども、定期的に検査してそこで多分2回陰性が証明されたら出れますようなのかなってちょっと思ったのもあるけども、そういうわけではないと。まずは症状収まるのが優先でってことなのか。そうだと思います。へえ。で実際入ってからホテル、まあ一度そのホテルの前昔撮ったことあるけども、もう外部の人は基本入れなくて、駐車場も閑散としてて、明かりも消えててっていう状況で、実際どういう1日の過ごし方といいますか。うん、まあ、過ごし方っていうか基本的に入った1日目2日目、まあ、今もちょっとまだ体はだるいので基本的にはずっとベッドの上で過ごして、朝8時
お弁当を取りに来てねっていうアナウンスとともに、お弁当を取りに行ったりだとか、でその前に朝7時半までに、なんかその日7時半までの間の、体調、はいはい、どんな感じだったかをなんかアプリみたいなのに入力して送るみたいな、うんうんうん、あ、じゃあそれをもとになんかホテルに滞在してる看護師さんから問診というか、体調どうですかっていうのは確認が来る。この確認はホテルの内線の電話で、そう、内線の電話で、はいはいはい、でそれ終わって昼夜と食事とって1日が終わるみたいな。そうですね。でホテル療養のいいところは、その問診の時になんか鼻水出ますとか、ちょっと喉痛いですって話をしたら、まあ出せる薬に限りはあるんだと思うけど、うんうん、用意されてる薬で対処可能なものだったら処方してくれる。ちなみに自分が帰国してホテルに強制隔離されてた時は、お弁当もそのドアノブのところだったり、そのドアの開けたところに置いてあって、アナウンスがあったら各自気をつけながら取ってくださいねみたいな、そんなシステムだったんだけども、ホテル寮の時も同じような感じなのか。いや、基本的には、1階がお弁当というか宴会場みたいなところにご飯が設置されてるので、そこに各自取りに行く。あ、自分で取りに行くんだ。これで結構入所者の人とは同じエレベーターに乗ったりするし、これ絶対危ないっていうかさ、ね、治りがけで、まあまあまあ、だからこそ、まあ、しゃべんなよっていう話なんだけど、中にはマナーの悪いなんか、やからもいると違ってるやからが、はい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 、宴会場でなんかちょっと知り合い同士なのかしゃべってたりとか、あとは結構、まあ、この時期だからなのか、中高生の部活、同じ部活っぽい集団がいたりして、うん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 、その人たちは結構集団で行動してるね。あ、やっぱり若い人たちが多いなっていうパッと見の印象があると。まあ、高齢者はいないかな。あ、もう高齢者も最近でも50代とかなのかな。これあとはもう男女関係なく普通にいるのでって感じ。これな、毎日をもう今3日過ごしてるっていうことだもんね。はい。洗濯とかは館内に来てるのかな。一応なんか自分家から持ってったものがあって、で基本はそれ着て、で洗濯したかったらヘアブロを使って洗濯はできるんだけど、洗剤とかもね用意はしてくれてるから、洗濯コインランドリーを使うのはできない。コインランドリーとか館内設備は使えないです。本当に自分の部屋とそのお弁当を取りに行くところだけ。じゃあ館内着はそのホテルの、もともとホテルとして営業してる際は多分館内着あると思うんだけども、その館内着を着て過ごすってことはできる。できる。まあ、じゃあそれ着てれば洗濯物もあんまり出ないだろうし、シーツの交換とかっていうのは、シーツはねたまたまなのか、ベッド一部屋に3台ある。あ、広い部屋なんだ。なんで、まあ2、3日そこで寝たら違うベッド行くかみたいな感じだけど、多分ベッド1台の部屋もあるだろうから、なんか1週間は基本は変えませんっていうアナウンスはされてる。じゃあそういう面で考えたらラッキーというか、広い部屋で3ベッドの部屋だったから、でその汚れたシーツを毎日使う必要もなく、ね、数日に1回ローテしてみたいな、ね、窓開けたりっていうのは、窓は多分ね開かないと思う。開かないか。じゃあ3ベッドだし、そんな狭い感じはしないと。本当に一般的なビジネスホテルよりはちょっと広いかなぐらい。もう自分がホテル強制隔離の時はアパホテルの、狭い部屋でワンベッドで窓も開かなくてっていう状況だったから、まあ、それに比べたら少し広くて、まあでもね、いつまでもここには滞在できないだろうし、ストレス的なものっていうのはやっぱりたまる。出られないし何もできないことに対しての、そうだね。ま
ストレスというよりかはこうやっぱコロナに感染した不安みたいな、いつ治るんだろう、良くなるんだろうみたいな方が強いのかな。なんか多分無症状の人だったらなんかそういうのもあるんだろうけど、うんうんうん、やっぱりこっちはまだ、うん、体調がそんな良くないから、うんうんうんいやこんな体調良くない中に電話 してもらっても大変申し訳ないなとは思ってるけども、まあ、そもそもこの友達も自分もお酒飲む人でもないし、そんな夜に出かけるようなタイプの人間じゃないから、自分が思うどこで感染したんだろうっていうのはあるのかな。いやー本当に、ね、不明、まあ、会社なのか、まあ、不明というか、まあ、そのじゃあきっちり自粛してたかって言われるとそういうわけでもないので、まあ、会社も行っていたし、会社行ったらお昼一人で普通になんか食べに行ったりもするし、うん、普通に休みの日は友達とか彼女とかと一緒にご飯食べに行ったりも、うんまあ、するけど、うん、でもかといってじゃあそんな4、5人、6人とか、 なんか大人数で会食みたいなとかはしてないから、うん、一体どこでもらったんだろうなっていう。もちろんだってね、北海道も出てないもんね、ここ最近ね。うん、北海道も出てないし、札幌の外も出てないし、ね、ほとんど出てないもんね。月に1回2回あるかないかぐらいでしょ、もう札幌から出るって言っても。うん、まあ仕事で、ね、そうだね。だから本当にどこからもらったか分かんないし、ワクチンはまだ何も、ワクチンはまだ打ってないですね。本当にどこでもらうか分からないし、ね、自分だったら海外行って、まあ、もちろんワクチンは打ってるけども、海外行ったりいろんなところ行ってるけどもかからない人もいれば、ね、気をつけて普通に過ごしてもかかる人もいるから、本当に何が原因なのか、どこでもらってくるか分かんないのがこのウイルスの恐ろしさなのかなと思うし、そうですね、うん、例えばこうしておけばよかったなっていうのある？こうしておけば、まあ、やっぱりワクチンかな。なんかそれを強く思ったのは、その濃厚接触扱いになった、うんうんまあ、家族含めだけど、うんうん、今回全部で5人濃厚接触に、うんうんうんとか移動したんだけど、5人全員ワクチン2回打ってて、うん、今のところ全員陰性だった。今ワクチンの影響というか、ね、ワクチン打っていればもしかしたらそもそも発症しなかったというか、ね、ウイルスもらってなかったのかもしれないし、うん、いや怖いね。まあだから、まあ、ワクチンを積極的に打ちましょうとは言わないけど、うんまあ、打って、うん、打てる人は打った方がいいのかも ね。まだ札幌だったらつい最近50代の集団接種の受付始まっただとか、そんなのもあったり、他の北海道市町村だったら集団接種も終わってあとは個別のクリニックでやってくださいねっていう街もあったり、やっぱり市町村によって隔たりが大きいだろうから、やっぱりね、札幌197万人ぐらいいる大都市だから、こういう大都市ほどやっぱり遅くなっていくっていうかね、スピーディーにできないんだなっていうのもあらわになっただろうし、こればっかりはもう待つしかないしね、気をつけるか。そうだね。あと1週間ぐらいはじゃあ最低でもホテルにいざるを得ないと。そうだね、あと1週間は行ってるかなって感じかな。まあ、この後その友達にいろいろと差し入れ持っていくんだけども、この差し入れ持っていくことっていうのは基本的には大丈夫？濃厚接触疑い者じゃない人であれば、うんうん、ホテルに入居して3日目以降であれば、うんうんうん、どっか外で買ってきたものに関しては持ち込めますと。で、家にあるものを持ってきたかったら5日経ってから持ってきてねっていう、よくわからないルールだね、そこも。わからない謎のルールがあります。あとは宅配でホテルに届けてもらって、うん、っていうことも可能みたいです。何か持ってこれないもの、生ものとは無理だろうけども。そうだね、生ものとかは常温保存な、常温保存、うん、そうだね、常温保存ができるものかな。お菓子とか、ちなみにレンジとかはあるのかな？レンジないか。レンジはね、その宴会場のところになんか共用のものがある。じゃあレンチンで調理できるようなレトルトの食品とかだったら、まあ、ご自由にどうぞみたいな。まあそうだね。自分もお湯とかを沸かせるから。あ、はいはいはい、ケトラってかカップ麺だかなんだかとかね、そういうのも持っていけるだろうし。
そうだね、元気な人はきっとお腹が膨らむから、うん、まあ、自分がホテル4日か5日間ぐらいだけど毎日ホテルの弁当を食べてたけども、人によってはもういやもう辛いよっていうのもあるんだろうけども、そういうのにはならない、うん、食事の面では、うん、まあ、まだ全部食べれてないからね。あ、食欲的な、食欲的なもので、うん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 、ちなみになんかこうしてほしいって要望みたいなのってあるのかな、現状のこの今置かれてる立場からの要望っていうか、こうしてほしい、ああしてほしいみたいな。まあ今はないけど、その自宅療養だとおそらくその喉痛いとか鼻水とかってなった時に、うん、結局自分で用意した薬を飲むしかないのかなっていうところで、うん、なんかそういうのをもっと辛い人が多分大勢いるだろうから、うん、なんかケアしてあげれるような、うんうん、まあわかんないけど、もしかしたら郵送で届けますとか、うん、コロナになって保健所から郵送でパルスオキシメーターが届けられるんですよ。血中酸素を測るやつ。そう、はいはいはい、だからそういうので届けるシステムがあるから、まあ、うん、でも薬はないだろうなと思って、うんうんうん、まあ、札幌だったら入りたいかもしれないけど、ね、東京とかだったらもう1日5000人だか出て、宿泊療養施設も入所待ちの人も多分何人もいるだろうし、ね、そういう状況の中ホテルに入れたことはまあ不幸中の幸いなんだろうけども、うん、まあ、とにかくお大事にしてくださいということしか言えないわ、こっちとしては、うん、ありがとうございます、はい、まあ、これ以上話すのもまた申し訳ないので、この後、はいはい、差し入れ持っていきますので、はい、また後ほど連絡いたします。最後に何か皆様に一言言いたいことがあればお願いします。コロナはいつどこで感染するか本当にわからないので、皆さんも気をつけて日々をお過ごしください。てなわけでした。また後ほど連絡します。ありがとうね。ありがとう、はい、さようなら。てなわけで僕の友達のリアルな声をお届けいたしました。自分が聞いた話ももちろん事前にはある程度聞いてたんですけども、今初めて知った話もありますね。その中で一番びっくりしたのが食事の部分かな、うん、言ってしまえば、まあ、言い方悪いですけども、今回は札幌市が一棟まんま施設を借り切ってるんですよね。その施設の中、まあ、言ってしまえば患者の方が大多数占めてるじゃないですか。その中で僕が帰国後過ごしてたアパホテルは食事のアナウンスがあって、でその後食事かけ届けましたよというアナウンス、これから食事配ります、届け終わりました、この2回のアナウンスがあって、2回目のアナウンスがあった後ドアノブのところに袋に入った食事が引っ掛けられてたので、それを取って各自食べてくださいっていうルールだったんですけども、今回札幌市のホテルの場合は2階の宴会場に物が置いてあって各自取りに行くということで、これちょっとどうなのかなっていうところあります。もちろんスタッフの人数の関係でそうした方がオペレーションとしては楽なのは絶対間違いなくわかるんですけれども、もしもの時のことを考えたらやはり個別配布するのがいいのかなっていう感じがしました。おそらくスタッフの人為的な都合だとは思うんですけども、こういった部分少し怖いなっていうところがありました。他にも友達も言ってましたが、私同じで酒もタバコもやらない人間なんですよね。なので飲み会行くだとかっていうのは基本的に彼やる人間ではないですし、僕のようにかといってね、いろんなところ旅するっていうわけでもないので、本当に彼がどこでもらってきたかっていうのも自分でもわからないって言ったので、どこでどういうふうになるのかっていうのは本当にわからないのが怖いなっていうのもありますし、あとはワクチン接種してた濃厚接触者の方々は陰性だったということで、彼だけがワクチンを接種してなかったということもありますので、やはりワクチンが大きな壁になっている部分があるのかなっていうのも改めて感じました。もちろん私ワクチン接種してますけれども、もちろん油断はしてられません。ワクチン接種してもかかるものはかかりますし、発症する方は発症するっていうデータももちろんありますので、個人としてはまたより一層気をつけて生きていこうかなと思います。本当にかわいそうですね。喉が痛くて熱が出て今に至るということなので、20分ぐらい電話させてしまって大変申し訳ないなっていう気持ちではあるんですけれども、本当に早く良くなってもらうしかないなっていうところがあります。それではこの後はその友達に実際に差し入れ
持っていこうかなと思いますので、そこの様子もその後ご覧いただければなと思います。この後は友達が要望してた差し入れ品ありますので、そちらを買って届けようかなと思います。彼の家族もすべて濃厚接触者になってしまったので、家族が行くことができません。濃厚接触者ではない私が代わりに物を買って届けに行こうと思います。それでは行ってきます。さて、車を走らせて今ホテルに向かっております。現在札幌市では4カ所のホテルかな、自分の記憶の中ではこちらの4カ所のホテル借り上げて宿泊療養施設にしております。1カ所目がスマイルホテルプレミアム札幌すすきの、もう一つがベッセルホテルカンパーナ札幌すすきの、東横井のすすきの交差点、そして最後はアパホテルの、名前忘れたな、札幌市南区のホテルなんですけども、この4つのホテル貸し出ししております。今ちょうど正面に見えるのがアパホテルになりまして、こちらのホテルに友達が宿泊している最中です。その前に今右側に見えるイオンで買い物をして友達に差し入れを渡そうかなと思っております。このホテルも 2,3 ヶ月に1回更新があるみたいで、今はスマイルホテルプレミアム札幌すすきのなってるんですけども、確か今月中にはこの契約が終わるみたいで、通常のホテルとしての営業が始まるみたいです。買い出しが終わりました。今回なんだかんだで5000円分ぐらいは買いました。もうホテル到着です。家にあるものは基本的にはすぐ持っていけないみたいで、5日目以降だったかな、なんだか家の中のものを持っていくにもそれなりのルールがあるみたいです。今回は買ったものそのまま渡しますので問題ありません。こちらのホテルが療養しているホテルなんですけども、本来は大型ホテルなので車がびっちり止まっているはずなんですけども、ご覧の通り車ほとんどありません。スタッフの車だけかな、なっております。おそらく感染された方自家用車で来ること認められてないんでしょうね。到着しましたので、この後はホテルのスタッフがおそらく出てくると思いますので、そちらの方に今回のものを渡そうと思います。今回はこちらのボックスティッシュと袋の中に入っているもの差し入れます。基本的には飲み物中心に入っております。彼も熱が出ているということだったので、おそらく汗もかくことでしょう。こういったカロリーメイトゼリーだったり、あとアクエリアさんのスポーツ飲料も入っております。それでは渡しに行きます。ここはもう完全に今施錠されておりますので、どうやって渡したらいいんだろうな。業務従事者出入り口、ホテルにご用の方は、ご用の方は下記の番号へ連絡してくださいということで、事務局の番号とあとは JTB の番号が入っておりますね。もしかしたらこれ、あ、そうか、そういうことか。札幌市が JTB に委託してこの事業やってるんでしょうね。逆行ですみません。今ここに電話番号あって、今スタッフ誰も来てませんので電話して確認します。てなわけで今電話しました。ここにはスタッフおりませんので、電話してスタッフが駆けつけてくれるのではないかと思います。そうですね、日用品、トイティッシュとあとはドリンク類ですね、本人から指示があったので入れさせていただきました。瓶は入ってないです。缶瓶入ってなくて、ペットボトルと、あとはあのゼリーなので、そのパウチパックっていうんですかね、はい、はい、あとレシートですね、はい、と2回に会計分かれているので、もう一つ中に、ごめんなさい、中のどっかに入ってると思います。いいですね。あ、どうぞどうぞ、ご自由に。で、今買ってきたもののチェックを行っております。差し入れする際はレシート見せる形になりますので、レシート忘れずに。はい、分かりました、よろしくお願いします。はい、お願いします。てなわけで差し入れ終わりました。レシートは会社をもらえるんですけども、先ほども言った通り差し入れする際もルールがありますので、このルールに基づいた形ないと渡せないということでした。それではここ後にします。自宅に戻ってきました。てなわけで今回は残念ながら僕の友人がコロナウイルスに感染してしまったということで、電話でいろいろとお話聞かせてもらいました。差し入れも持っていきましたので、あれを食べて飲んで早く良くなって対処できることを祈りながら今回の動画締めようかなと思います。以前私が帰国した際もホテルで半強制待機、軟禁のような状態が続いてたんですけれども、それに似たようなことを行っているんだなという感じがしました。ただ食事を入所者一人一人持っていくのはちょっと危ないんじゃないかなっていう気はするんですけれども、これはもしかしたらあのホテルだけなのかもしれないですし、他のホテルや他の市町村だったらまたやり方が違うのかもしれません。若い人がいたりだとか、いろいろと課題があると本人も言ってましたし、あれは実際に入所した人じゃないとわからない経験なので、非常に貴重な意見を聞くことができました。なので今回私もいろいろと旅をしながら YouTube 撮影しておりますが、より一層気をつけようと心に
秘めた思いがあります。ワクチン打っておりますが、油断せずに今まで通り気をつけながら撮影に励んでいこうかなと思います。てなわけで今回の動画ここで失礼いたします。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の予備は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日の動画はコロナウイルスにかかってしまった友人にいろいろと聞いてみたという話でした。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。